置いて当てることで、おお、いけいけ、あ、上がってる、上がってるぞ、上がってるけど、どうすんのそれ、ちょっと待って飛んできた、あ、はい、どうも皆さんこんにちは、ムーポンです。早速物騒なもん構えてんじゃねえよとビビってるやん。ちょっと待って、すまんな、なんかびっくりさせてしまったな。ここいらで一番にぎわっているのがここ双子馬宿だ今完全に身構えてましたよね。あの建物内で爆薬取り出すから、 なんだテロかみたいな顔してましたよね俺は若い頃山登りの、拠点にしてたんだ。というかなんかそんな年いってるようにもおじさんぐらいかなところで、旅先で仕入れた商品がここにはある。あー、なんか見せてくださいよ。何これ、頑張りかぶと、え、あ、お金が足んないのね、単純に。なんだこれ、金色のやつ、頑張りゲージを一気に回復する効果を生み出す、欲しいな貴重っぽいっすよね。なんか頑張り系の食材がとりあえずまあもらえるんですよと、そういう感じっぽいですけど、これどうなん、頑張りゲージを回復できる、頑張りが回復する効果が現れる、頑張りゲージが一気に回復する、やっぱでもあれですね、高いだけあって、そうかそうか、この辺はなんかパワーが強そうなんですけど、頑張りかぶと半端ねえなこれ。なんか買っとくかいやちょっとまずなんかあのまた持ち物整理しますね。さあちょっとあの目玉とかねちょろっと打って、あの気持ち程度所持金増やしました。で焼き頑張りだけとかいうね、まあね、リンク専用のご飯リンク専用のご飯に遠く及ばない回復量のね、あのなんかもう頑張りゲージも回復しない、なんかもうただの焼けたキノコはね売ってしまいましたよ美味しかったです。で、見てみたいして、で頑張りかぶとちょっと高いけど、ちょっと高いけど1個だけ買っとこうで頑張りガニ、頑張りガニいっかなこの選択が果たして正しいのかどうかわからない、わからないけども、まあ気になったんでちょっと買っちゃいました。お、こっちにもテリーいるぞ。へい、今日もご機嫌いかがですか。おや、あなたが懐にお持ちは、あ、ガンバリカブト、めったにお目にかかれないレアなカブトです。お、お願いします、ガンバリカブトテリーにぜひ譲っていただけませんか。え、もちろん、レアあります、ゴーゴー薬でいかがですか。ゴーゴーガエルを入れて煎じた、微妙じゃねそれ、やめとこうかなうん、こんなお得な条件ないのに、こんなお得な条件なのに、あなた何考えてるか分かりません。あ、そんなに、いやでもこうなったら馬宿で寝込んでいるところをこっそり、いや自ら手を汚さずとも、ゴロスキーどもでもやった方がね、え、マジでこいつ悪いやつなん実は。あ、お、失礼、なんでもないです、また気が向いたらよろしくお願いします。こいつちょっと今のうちにとどめさしといた方がええんちゃうかさあさあ、何をお求めになりますか、それとも何か売っていただけますか。とはいえあれですよね、買い占めちゃったんで、やっぱ特に増えてないならばまあいいかな。で、馬を捕まえるコツがどうのこうのっていうのが、お、やっぱそうだね、びっくりするよねそれであれか、みんな身構えてたんか、なるほどね。いや特に敵意はありませんよ皆さん、ちょっと驚かせてごめん、遊ばしい脅さない、脅さない、ただで止めてもらうとかないよねさすがに。うん、なんか悩んでる人いるね。ひなばがん、む、あ、失礼、考え事をしていて気づかなかった。どうしたんやろ、なんか悩みがあるんかな。私はあのブラッディームーン現象の謎を探るため日夜研究に励んでいるんだ。あれですよね、赤いやつですよね、ブラッディ、なんだ知らないのか。それはいけない、私の話を聞いていきたまえ。
大厄災のあの日来、月齢によらずに赤い満月が昇ることがあるのだ。そして深夜0時になると空が血に染められたように真っ赤になり、その瞬間から倒したはずの魔物たちが蘇る。それがブラッディームーンなのだ。なぜ魔物たちが復活するのか、なぜ突然赤い満月の夜になるのか、そんなことさえ解明されていない、まだまだ謎が多い現象なのだ。君はブラッディームーンについて何か分かったらいつでも報告してくれたまえ。ああ、なるほど。で、あ、特にないのか。今夜の月は、今夜は三日月。なんとも美味しそうな形。それもまたいいものだ。これあれか、満月がって言ってたから、あ、ムーンってそういうこと。あー、これがどんどん日にちが進んで満月になると、あの以前みたいに、あの物騒な物騒な外の世界に、外の世界になってしまうのかな。で、どうしよっかな。なんか子供たちに話を聞きたいんですけど、なんか今はちょっと寝ちゃってるんですよね。なので一旦、あの祠でなんか思いがありましたよね。編集中に気づいたんですけど、ちょっとそっち向かってみましょうか。さあ、なんだっけ、リダヒの祠だっけ、戻ってきて、なんか樽があるんすよね。ここって降りた場合ってなんか登る手段あるんすか。ちょっとそれがわかんないんだけど、あ、はしごがある。持ち上げれるけど、持ち上げれるけど、どうすんのこれ。このまま登れるとかないよね、ないよね。めっちゃ重そう、めっちゃ重そう。え、ちょっと待てよ、どうやってあそこに持っていくの。持てたとして投げれるとか、投げるとかってした場合どんぐらい飛ぶんですか。それも想像がつかないけど、あぶねえ。すげえ、よう引っかかったな、これ。高さ的に言うと、そこにぶつけれるぐらい高さあんのかな。これ?これ?これ?うん?待てよ。待てよ。この上になんか、何らかの方法で例えば、乗せることができれば、っていうことなんすよね、おそらく。はあ。で、これで、投げてもでも、あー落ちていってしまった。落ちていってしまったぞ。ほう。はあ。ほう、はあ。これ無理か、さすがに無理があるよな。いや、なんか2個あるっていうことは、なんかそういうチャレンジをしろっていうことな気はするんですけど、いや、どうなんだ、どうなんだ。そこですよね。なんかあの辺に向かって、何、なんていうんですか、ビタロック使ってパワー貯めてぶっ飛ばすとか。果たしてそんなことが可能なのかっていうところではあるんですけど、これどうしよっかな。一個なくなっちゃったんですよね。この状態で例えばダイブしたら復活してたりしないですか。どうだ、どうだ。まずどこで復活する。ほう、どこだこれ。あ、復活してないね。はあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、あ、オッケー、オッケー、オッケー。これが持ち上がればいいんですよね。っていうことは、なんかそういうアイテムありましたよね。例えば、オクタ風船とか、宙に浮き上がる、抱え持ってから置いて当てることでつけられる。これ、これを、これを、
これをなんかこの辺でふわっとさせたらいい説ないですか。ちょっとやってみましょう。危ない、転がっていくとこやった。この辺に置いて、で置くた風船を手に持つ、で置いて当てることで作られる。これを置いて当てることで、おお、いけいけ、あ、上がってる、上がってるぞ、上がってるけど、どうすんのそれ。ちょっと待って。飛んできた。あ、これ一個じゃパワー足んないとかそういうやつですか、もしかして。ちょっとわからんけど、こっからはだって上げようがないんで、この辺かな、このブロックの角っちょら辺。ただこれで浮かせてどうやって回収するかなんですよね。2個ぐらい持って、ほっ、あっ、飛んでいってしまった。だ貴重なオクタ風船を早速3つ失ったが、なんかでも2個ぐらいひっつければどんどん浮いていくよね。浮いていって、頑張れ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 、よし、いいぞ。おお、来た。冴えてる、冴えてるというか、編集中によう気づいたなみたいな。いや、まあ編集してれば嫌でもさすがにそこは目につくんで気づきましたけど、なるほど、風船がこういう使い方ができると。まあ5個も使ってしまったんでね、っていうか手持ちの風船全部使っちゃったんで、もう他のところで使えなくなってしまったんですけど、さぞいいものを期待しますよ僕は。なのでこっち来て、で置くとやっぱ踏みっぱなしになりますね。いいね、よし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 。でそっち、飛んでいくんで、足場乗り移って、あのお宝かな。なので待つ、来る、乗る、で送ってもらう。さあ、あとはもうここの上に向かって、うっ、怖っ、ちょっと待って。ちょっと怖かった。で開くと、オッケー、まさかのクライムバンダナ。え、装備もしかして。しかも壁登りスピードアップ、見た目はただのバンダナだが、実は古代の技術が用いられており、着用したものの体幹バランスを調整して壁を登る速度を、力を向上してくれる。めっちゃいいもんやん。何気にだってね、なんかもう布の服みたいな。そんな次元の装備から一気に、だってこれ守備力3あるんでしょ。3っていうのがどんなもんか分かんない、分かんないけど長渕剛スタイルでいけるようになったぞ。よし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 。じゃあこれで出口出れるんかな。外にもワープってできますか、分からん。ここはでも登録が特にできてなくて、でこのトゲトゲがあって登録できなかったんで、あ、これでワープできそう。じゃあよし、一旦外出ましょうか。いやなるほどね。いや、なんか編集中に見たんですけど、なんか坂道とかがなかったんで、なんかどうやって登るんやろうみたいな疑問がちょっとずっと僕の中であったんですけど、風船を使えばいいのか。で、うっと待って、なんかあったぞ今。うっ、これってなんか武器でぶったたくのかなって最初思う。っ、火が出た。え、武器でぶったたくんか、これ火打ち石もしかして。あー、なんや、てっきりなんか鉄鉱石かなんかかなと思って、例えばこれじゃない、こいつを置いてしまう。で爆発するとなんかいろいろ取れるんかなと思ってたんですけど、なくなっちゃったね。何もキラキラしなくなったよ。これなんかだいぶ貴重なものぶっ壊した気がするんですけど、なんか今嫌なやついたぞ。嫌なやつっていうか、完全に
風船お届けしに来ましたみたいな顔したやつがいたんですけど、やっちまうかあいつは。なんだあの野郎。あ、鉄鉱石火打ちにし転がってるやん。やった、じゃあちょっと待てよ、見つかってしまったぞ。敵に、敵だよね君たち。ちょっと待って、痛くない？で持ち替えてやっちゃえ。大した威力ではない。こっちも爆破しちゃうけど痛い。ちょっと待って、ちょっと待って、結構ええ命中しとるやんけ。ちょっと外出てくんの聞いてないぞ。ちょっと待って、何こいつ、トカゲみたいな、よく見えない、よく見えないけど結構そんなに強くはない、そんなに強くはないけど硬いぞ。ちょっと待てよ、武器を火力高い武器に変えよう。片手剣かな、ここは。すり減ってるこっちで装備して、痛い、言うほど痛くなかった。近づいてきた、やっぱ剣強いね、いいね。でこんのでやつの素材がなんか出てきたけど拾える。リザルフォス、リザルフォスっていうんか君ら。リザルフォスの、肘から生えている爪、肘、爪とはみたいな。まあそういう生き物か。で虫と一緒に煮込めば薬になるが、他にも何か使い道があるかもしれない。ああ、なんかいいものなのかな。割と万能ななんかね素材を拾った感があるんですけど、ああ、美味しい美味しい。でなんだこれ、あ、角。リザルフォスの頭に生えている曲がりくねった角、硬くて料理には使えないが薬の材料になるのでお店で買い取ってもらえる。あー、いいねいいね。なんかちゃんとしたアイテムがどんどん手に入っている感があるが、ちょっとこっち来てもらえませんか、あなた。なんかこっち走ってったら来ない？あ、来る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 。まんまと出てきやがったな。うおー、ラッシュ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 。こんなに切る必要なかったんじゃない。まあまあまあ、やってしまえばどうということはないよ。でいるよね君、見えとるよ、見えとるよ。あれ、兵士の弓に持ち替えて一発的中 OK。 で風船くれへん、風船風船風船。あー、風船いっぱい出た、やったぜ。ちょうど足りなくなったとこなんだ。使ったばっかりなんでね、嬉しいぞこれ。ちょっと待ってよ、加速してちょっと渡りきっちゃうか一旦。渡れるこれ、渡れるね、よし。でそこにできたならばこっちから迎えに行きましょうか。よし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 、オクタ風船美味しい。でここって乗れる、乗れる、乗れない、乗れない。じゃあ渡り切っちゃいましょうか。よし。で、登ってきて、こんなもんかな。なんか、編集中に水の中になんかいるなぁとは思ったんですけど、なんていうんですか。全然操作してる僕は全く気づいていなかったんで、なんとかここで、倒すことができてよかったです。まあでもあんななんかがっつり襲われるとは思ってなかったんで、まあちょっとね、ドキッとはしたんですけど、まあ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 、長渕スタイルになったリンクにとってはどうということはないですよ。やっぱ防御力が効いてるんかな。なんか全然敵の攻撃食らいませんでしたもんね。なんで、で、ここのボクブリンたちはやってしまってるが、もういないよね。じゃあ、ちょっとご飯作っていきましょうか。さあ、リンク御用達のね、美味しいご飯がいっぱいできましたんで、やっていきましょうか。結局馬なんか一匹も見当たんなかったんで迷信なんじゃないかなと思ってるんですけど、あれはだって羊ですよね。あれ馬ちゃうよな、角生えてるもんね。あ、キノコ見っけ、キノコだよね、キノコだよね。よしよしよし、これちょっといただいていきましょう。ふっ、登って美味しい。で手離す、羊がいる。で、弓構える。ボコ弓矢とちなみに、2発で倒せなかったりとかあるんですか？あー、ボコ弓でもあれっすね。
旅人の弓とあんま威力変わんないですね、こう思うと。なのでまあ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 どんどんやっちゃって、でそう気がついたらね、あの朝どころかお昼まで回ってたんで、まずそこは寄れない、寄れないなので、なんだあれ、水草かな、なんだこれ、あ、なんかお花咲いてますね。まあまあまあ特に切り倒す気はないのでちょっと置いといて、ただこんなに雨なんか、うーん、馬とかいけるかな、ヒヒいんだよ、部品だよ。まずダートに話聞いてみましょうか。あ、両方見てくれるんか。ねえシーバー、そこに立ってるお兄ちゃん、馬に興味があるのかな。そうだね、ダート、馬に乗りたくて仕方ないって目をしてるよね。なんでわかったんですかあなた。まあこんなところにわざわざ立ち寄ってたら、まあそうやろなっていう感じもするんですけど、もう馬が気になりすぎて馬以外のことはどうでもよくなりかけてる目だよね。まあね、さっきから敵と戦っててもあの馬の話してたんでね。ってことは、ってことは僕らの出番ってこと。ヒヒ、ようこそ双子馬宿へ、正確にはようこそ双子馬宿の馬小山へ。一応別地点なんや。目を見ればわかるんだ、お兄ちゃん馬のことで頭いっぱいだよね。そう、目を見ればわかるんだ、お兄ちゃん今の頭の中って馬馬馬馬飯馬馬だよね。まあね、さっきあの専用のご飯作ってたんで、あながち間違いではないですよ。だったら僕らがお役に立てるよ、馬のことなら僕らに聞いて。馬をヒヒーンと乗りこなすためのヒヒーンとかいっぱい。あ、今のは僕じゃなくて父ちゃんが考えたダジャレだからね。捕まえ方、野生の馬さんは臆病だから人間に気づくとすぐ逃げちゃうんだ。後ろからそーっと近づいて近くまで行ったらひょいって飛び乗るんだよ。あ、じゃあしゃがみを使って近づいて、でジャンプかな、で気づかれにくいんだと、まあ、しゃがめば OK。 あー、でここでしゃがみの説明が出てくると、父ちゃんにいっぱい教えてもらったんだ、お馬さんのことなら任せてよ。いい馬は、ブチがあるお馬さんはブチ種って言って、おとなしくて人に懐きやすい左のやつですかね。うん、逆に黒や白とか一色のお馬は単色種って言って気性が荒くて手なずけにくい。あー、じゃあちょっと乗りたくても難しい馬なのかな。でもスタミナが多くてその分走るのも速いと。あー、だから難しい分やっぱ強力という感じなのかな。最初は大変だって父ちゃん言ってたけど、単色種は慣れるとすごく重宝するんだって。あー、父ちゃんは初心者ならまずはブチ種にしとけって言ってたけど、俺は大きくなったらまず単色種に乗るんだ。お兄ちゃん分かった。あー、だからまあ単純にあの黒とか白とかまあ一色の馬はまあね、なんか荒い分まあ強いよと。で、あ、懐かせ方、あれかな、やっぱお肉あげたりとかかな。懐いていない間は変な方向に行ったり時には暴れたりするんだ。そんな時はなだめてあげるといいんだって。あ、なだめる、でも闇雲になだめてもダメって父ちゃん言ってたよ。ちゃんと言うことを聞いた時に、言うことを聞いた時になだめてあげる。ああ、なんかよしよしってするんか。で、重さに乗る時とか降りる前とかありがとうの代わりにするんだよと。ああ、兄ちゃん分かった、父ちゃんにいっぱい教えてもらったんだ。まあでも、うん、一通り聞きましたんで。またね、ヒヒーンと。ああ、ありがとうございます。なんか、うん、親切そうでよかった。あ、ニワトリ。ひどいひどい、なんで持ち上げたんだっていう、持っていけるよ。彼らはこの光景を見て何とも思わないのだろうか。まあなんか変な客やなぐらいに思われてるんかな。羽めっちゃ散ってたけどな。まあじゃあどうしようかな。なんかその辺に鳥さんがいるんで、一匹、あー、外したか。くっ、まあ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 、あ、鶏肉2つ美味しいですね。で、いただいて、この辺に落ちた。で、馬宿から離れると、あのなんか和やかな BGM が
聞こえなくなると。でなんかえらい走ってる人がおるけど、ボンゴさん、うん、どうした、歩きすぎて疲れちゃったか。ああ、馬宿ならすぐそこだってのに、もし気力がやばいなら肉でも食え。ああ、売ってるやつがいたと。ああ、お前かい。すべて上物。言うてでもあれで、あれじゃないですか、前なんか買い占めたから、うん、在庫は増えてんのか。あれ2個ずつかな、なんかわかんないや。まあまあまあ、今は別にいらないんで、特にいいかな。じゃあ、あのまたどこかでお会いしたら。でなんかとりあえず馬の話聞いたんで、馬を捕まえたいなっていうところがあるんですけど、どっかこの辺うろうろしてたらいてるんかな。なんか鳥ばっかりなんですよね、鳥とヤギ。あれはあれか、動くか動かへんか、果たしてっていう感じですよね。どうしよっかな、とりあえずじゃねえわ。そこのなんか綺麗な鳥さんがいるんでぶつけちゃうか。あっ、くっ。難しいね、なかなか飛んでるやつを撃ち落とすのは。まあ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 、ちょっとずつでも鶏肉いただいて。やっぱでも見る限りなんかそう簡単に馬がいるようには思えないので。あれはなんだ、ちょっと待って、何か見えたよね。何か見えたっていうか、現在進行形で見えているよね、あれ。馬、白馬、なんとつく、バレてない。あ、ブチですわ。いやでも、初めての馬かもしれない。あれちょっと行ってみますか。